What's up guys? Welcome to my Patrick channel! はい、ということで、今日は、なんとね、ちょっと今これを読んでたんですけれども、僕ね、縁があって大阪心斎橋の大丸のね、この本館、北館かな、本館のグランド、実は数年間ちょっとリニューアルしてたんですけれども、そこの中の人と知り合いで、今回プレオープンで招待されたんですよ。で、まあちょっと今ナンバープレートとか映っちゃうんで、こっちの方車映せないんですけども、まだずらーっと車並んでて、明らかに VIP しか呼ばれへんやろみたいな状態なんですけども、今回その中に、僕は侵入していきたいということで、一応ねこういうカードあって、インビテーションカードっていうのがないと入れないんですけども、昔通訳でちょっとお世話になった方からこれをいただきまして、今回中に入れてもらえるってことで、ちょっとプレオープンの状態を放送できたらいいなと思ってますので、皆さん楽しみにしてください。それでは行きましょう。けどやっぱあれすごい、今風な感じがしてめっちゃいいですね。中は調味料のコーナーとか、肉屋さんですね。魚か、ごめんなさい、魚と魚系ね、魚系ね、さあ、よかったらお客さん、おいしいもの食べてください。まあ、タラコは好きじゃないんですけど。よう言うたな。バーもすげえ、すげえ。百貨店の下っていうよりは、なんかルクワイーレとかデパートの下にあるような生鮮食品と食品店が一緒になってるようなイメージをちょっと受けますね。大豆でできたから、ね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ大豆でできた唐揚げらしいです。アップグレードですね。うん、うまい。ありがとうございます。ありがとうございます。アップグレードプラントベースキッチン、しゃれてる。お疲れ。ショーンボール、シェイクダッペ、音楽ダラダラ、シェイクダッペ、違うか。たぶん、この感じでいくと、電池持たんのか。無理っすかね。まあでも、ここはちょっと重点的にいってもいいかも。あ、ククルもある。有名店多いですね。ね。ヤンミヤン。こんなところ呼ばれといて、全然下準備も勉強もして、まあならおしゃれやったらええかなっていう我が像の意見です。みんなにね見てもらうっていう、これは誰かの物差しですかね。それやばい。でもワンチャンありえる。あれがあんない、グラウンドぐらいセールです。いいですね、ワインね、ワイン好きな人にはぴったりじゃないですか。まだ奥ありますよ、バーっぽいのもありますしね。お、行きましょう、街並みイメージしてるんでしょうかね。あー、なるほど、昔のヨーロッパの街をイメージしてるんだと思われます。知らんけど今日3発4発出してますね。知らんけどな。フカヒレ屋さんらしいです。
話題になってる。お前それもうちょっと舐めてよ。これなギフトもありますからね。すごいっすね。まあまあ最悪食えんくてもここで買っていけるんじゃないですか。お値段が物によりますけど1300、2200円。すげえ。あとトリュフいいね。中でも食べれる。中でもね、パンもあって、あ、この辺黒トリュフですね。すげえ。トリュフ好きの方はぜひね。いいんじゃないでしょうか。届かない値段じゃないなと思う。割とトリュフにしてはリーズナブルちゃうかと思いますけどね。見てくれ、ガパオガパオ。あー、かっこいい。来週は坂崎すげえ。これ俺らのやりたい、俺らのやりたいこと。これ一個僕ら撮影じゃなくて、飲む方に走ってます。飲む方に走ってます。まだまだあかんねん。あと、あとで飲もう。あとでね、あとで飲めよう。いや、ありですよ、超おしゃれやんか。見てないですけどね。うまいってのは。おうどんのお店ですね。これ肉料理。肉料理。たらのお肉。うん。お肉ね。美味しそうですね。うん。うん、これでも食べていきますね。ビーフカツ。カリジュね。オッケー。からのまたお肉屋さん。下はなんかあれですね。いいお肉とかいい魚が買えるようなフロア構成になってますね。で、雰囲気がヨーロッパな感じで、その場で新鮮なご飯も食べれるっていうのが魅力なんでしょう、おそらく。最後フルーツですね。ほうき、ええやつじゃないですか。うん。で、最後ポケモンとか乳製品コーナーで一周ですね。一周です。いいんじゃないですか。戻りますか。戻りますか。ということで、とりあえず地下2階からスタートしていくんですけれども、この後さらに上上がっていっていろいろちょっと紹介していきたいなと思います。僕自身初めてなんでね、ちょっとわからないことだらけなんです。皆さんと一緒に回っていきたいと思います。地下1階はお土産屋さんコーナーみたいな感じで、モルトとかそういったお菓子がね並んでるコーナーですね。コーナーっていうかフロアですね。サザエとか行くのいいな。行きますか。うん、60円。
なポジションで僕、このダシスの梅田にもあるんですけど、すごい美味しいんですよ、ダシが。お茶もごめん、ありがとうございます。ここのダシすごい美味しくて、僕よく梅田でも買ったり飲んだりするんですけど、ちょっといただきますね。飲んでもないのに締めの気分です。ポイント多すぎます。全然はい、焼き目外国コーナーで紹介したかった。よかったよね。タイ焼き This is タイ焼き違いますね、今は、はい、いや外国の人見てほしいよね。未知両方で紹介して、始まるみたいな。はい、お腹に入ってます。飴ちゃんですか。はい、こんにちは、どうぞ。飴ちゃんです。さあ、最後ね、こちらの大きい飴、大きい板ですね、透明の飴を巻いたらせっかくなので皆さんに見てもらいました。はい、もうすぐ実験になりますよ。もうすぐやって、もうすぐ何なの。キャンディーの元じゃないですか。さあ、最後ね、サイズ当たってぴったり巻いていきます。デカキャンディね。さあ、今回最後チェーズ。フォーマル。広いテーブルです。はい。かの有名なリクロおじさんのケーキですよ。大丸で見るとは、ね、思いませんでしたけどね。また戻っとる。すいません、ありがとうございます。これね、リクロおじさんのケーキなんですけど、チーズケーキが、ね、口の中で溶けるんですよ。僕の大好物の一つです、これ。なんか大丸でできるとね、焼き印をね、リクロおじさんのケーキって上に押してるんですけども、それを今からつけるみたいなんですよ。あ、これな、これな。
本的にケーキのストックっていうのは置いてないんですよ。まあ、置いてるんでしょうけどほとんどなくて、だからない時は待つんですけども、だから逆に起きて焼きたてのチーズケーキ食べたい人は。ありがとうございます。
攻撃されへんけど、スマッシュ。ということで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回は、特別に招待されたね大丸のプレオープンなんですけれども、まあ特別って言っても結局なんかめちゃくちゃ人おったんであんま特別感なかったんですけどね、ちょっと先に潜入できたっていうちょっとしたね嬉しさと優越感みたいなのがあるかなと思ってます。ですごいね、中はね基本的にはファッションで埋め尽くされてたんですけども、僕が一番ええなと思ったのは冒頭でも紹介した地下2階にあるレストランフロアがねすごい斬新で、今まで心斎橋のエリアにこういうものがなかったんで、皆様にはぜひね新しい場所スポットとして行っていただければなと思いますので、楽しんでもらえればと思います。ということでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。もしこのチャンネル気に入っていただけましたらいいねボタンもしくは僕のチャンネル登録お願いします。ということで皆さんまたお会いしましょう。アスタルエゴ、チャオ。